キャップジェミニは、フランス・パリに本拠を置き、世界40カ国以上で事業を展開する、IT コンサルタント企業。ユーロネクスト・パリ上場企業。キャップジェミニの事業は1967年、セルジュ・カンプにより、企業経営、データの分析事業を目的とした、ソシエテ・ポ・ア・ラ・ジェスチョン・デ・エル・オントレプリーズ・イルトレットマン・でエル・インフォメーションが、クルノーブルで設立されたことに始まる。 1973年、欧州における、競合企業の CAP を、買収。1974年、アメリカ合衆国、ニューヨークに本拠を置く、ジェミニ・コンピューターズ・システムズを、買収。1975年、CAP とイギリスの CAP グループとの、社名類似問題を契機に、CAP ジェミニ・ソゲッチと、解消。1981年に、 ミルウォーキーを本拠とするダスドコーポレーションを買収した。1996年、社名をキャップジェミニに解消、世界各地のグループ企業をキャップジェミニの名称でリブランド化した。2000年5月、イギリスのアーンストヤングからコンサルティング部門を買収、2002年、IT コンサルティング専門の部門として、ソゲチのブランドを復活させ、以降、世界15カ国で、 IT コンサルティングサービスを展開している。2006年10月、シカゴを本拠とし、インドにおける有力 IT コンサルティングファームであった、カンベインターナショナル、インクを、買収2008年5月、ストックホルムを本拠とする IBX グループを、買収2015年4月、アメリカニュージャージン州を本拠とする同業のアイゲートを、買収し、アメリカ合衆国を、 最大の市場とした。2020年5月以降、アイマンエゼットが CEO を務めている。日本では、日本キャップジェミニ株式会社として運営されてきたが、2005年7月、同社は NTT データによって買収された。その後2013年2月、キャップジェミニ株式会社が東京に設立され、コンサルティング、テクノロジー及びアウトソーシング事業を行っている。 現在本社を虎ノ門ヒルズに置く。ありがとうございます。